江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、こちらまたジャンボリの話題なんですけども、渓谷ジャンボリのメインセンター建物工事完了が来年3月でした。はい、ということでですね、それでは記事の方を見ていきましょう。くーちゃんお願いします。マジかよ。全羅北道が狭組む世界スカウトジャンボリー大会開幕のために発注した工事用益物品契約のうち、工事完了時点を開幕式今月1日以後に決めていたことが分かった。特にジャンボリー派遣原因として名指しされた水道電気などの基盤施設の契約が遅れたことが確認され、問題を自ら招いたという指摘が出ている。今村論国民の力議員室が13日、全羅北道などから提出されたジャンボリー関連契約現況によると、全羅北道が締結したジャンボリー関連契約で開幕式1日以後に履行完了時点を定めた件数が15件に達することが分かった。細部的に、全羅北道は工事15件、溶液47件、物品194件など計256件の契約をジャンボリー準備名目で締結した。このうち工事竣工や溶液完了目標日を開幕式以後に定めた件数は工事3件、溶液10件、物品2件など計15件と確認された。問題は開幕式以後に竣工日が設定された工事の中で行事関連の基盤施設工事が大部分だという点だ。今回のジャンボリー派遣の原因が猛暑豪雨に備えるための施設が不備だったという点が挙げられるだけに、施設工事が円滑ではなかったという批判が提起されている。実際、事業費が67億4626万ウォンに達し、単一契約としては2番目に金額が大きい二次ジャンボリー基盤施設設置工事の竣工日は12月17日に設定された。ジャンボリーが11日閉幕したことを考慮すれば、行事が終わった後4ヶ月後に工事を終えるという契約を結んだのだ。その他、基盤施設の電気工事、竣工日8月5日と、大集会場の造成電気工事、竣工日8月10日なども、当初から開幕前の竣工が目標に設定されなかった。このような問題は、全羅北道が入札作業に遅れて着手したことで浮き彫りになった。ジャンボリー基盤施設設置工事は、上水道 26km、下水道 31km、臨時下水処理施設3箇所、駐車場3箇所、日陰施設 3.7km などを設置する必須的な基本事業なのに、2021年12月になって契約が締結された。大会を1年8ヶ月後に控えた時点であり、2017年8月開催が確定してから4年4ヶ月後に入札を出したのだ。また、全羅北道が地域小規模企業に入札対象企業を限定し、ジャンボリーのような国際行事を行った経験が全くない地域企業を事業対象者に選定した結果が破綻につながったという批判も出ている。全羅北道は今回の事業を全羅北道所在企業だけが参加可能な地域制限競争で進行した。これに対し、今年7月、国土交通部が評価する土木工事請負順位が全国964位である前期タブアン郡の建設会社エルジャが、事業費40億7500万ウォンの一次ジャンボリー基盤施設設置工事まで引き受けました。他にも、全羅北道はポンプ場などに電気施設をする事業である基盤施設電気工事契約を昨年8月、全羅北道所在の D 社と結んだが、この事業は大会途中の8月5日が竣工目標日に設定されている。また、昨年8月、大集会場造成電気工事契約を結んだ全州所在の K 社も、該当事業を大会終盤の今年8月10日を竣工目標日に設定した。さらに、大きな問題は、該当契約は最初から入札広告も出さなかった随意契約だったという点だ。現在も観光できず、議論を呼んでいるグローバル青少年リーダーセンター、ジャンボリーメインセンターも、入札広告の時から、竣工時点が2024年3月27日に設定された。センターは、結局、未完成のまま、ジャンボリー開幕を8日後に控え、竣工前の使用許可だけを受けて、大会期間中に、病院と運用本部として運営された。
コン・ソンドン議員は2017年8月セマングムがジャンボリー開催地に選定された後、全羅北道は5年近く手をこまねいていたが、大会を1年後に控えた時点で急遽入札広告を出したとし、その結果、春光辞典が閉幕日際コス不祥事を起こし、制限競争など全羅北道の企業が恩恵を受けた状況にも明快な釈明を出さずにいるだけに、国会で徹底的に問い詰めると話した。はい、ということでした。もうダメだなこいつら本当に。はい、じゃあですね、こちらに対して渓谷の反応いってみましょう。いやー、こうひどいな。1人目、あそこは本当に独自に生きるように分離してあげよう。224、このような状況だから前政権全羅北道も話さなくなったのか。誰が責任回避しているのか。国のお金をタダで考えて悪用して豊満に使ってきた勢力が誰なのか一つ一つ解明してみましょう。168、4、財政自立度最下位の全羅道がソウル市民が納めた税金を目の見えないお金だと思って盗む考えしかないようですね。ソウル市民の税金が泥棒に行かないよう法律で決めてください。そして二度と国を滅ぼした泥棒の巣窟で国際的な行事はできないように法律で定めなければなりません。98に、埋め立て工事の完了が昨年12月だった。その時点で電気工事であれ、トイレ、シャワー室設備工事であれ、本部建物の工事であれ、今年7月までに完了しにくい絶対的な時間不足だった。じゃあすでに埋め立て工事が完成したところで木も植えて事前に工事もすればいいのに、あえて埋め立ても終わっていないところでジャンブリーをしたんだよね。それはジャンブリーを口実に国のお金でセマングム埋め立て工事をしようとしたんじゃないか。しかも8月の猛暑だから政府に延期してほしいって。9月から新学年の新学期だから学生たちが参加できないのを知ってたんじゃない。23、0、ユン・ソギョル政権退陣運動の口実を用意したのではないか。ジャンボリーのための設備工事がジャンボリー終了後、刊行日付が決まっていることにしたおまく。これは話にならない。必ず監査院、国税庁、検察、警察を総動員して共に民主党関連者、全羅北道知事、ブランドン長、ジャンボリー関係者、政府関係者を必ず精密調査しなければならない。浪費された予算など全てを国庫に返還しなければならない。60、五輪競技場を五輪が終わった後に建てるのと同じ話じゃない。40、全羅道の人々は本当に変わった。最初は肝臓を扱うように一番親切だったが、今は一様に一番情けない行動をしてるよ。職場などでも部下の子たちにミスを指摘すると、他の地域の子たちはただ申し訳ありませんって言うんだけど、いつも全羅道の子たちは必ず他人のせいにする。じゃああなたはといつも逆ギレ。それが普通になったよ。今回のジャンボリー惨事も同じ、全羅道の人ならではの成功が現れたと思う。結論は、全羅道は救済不能であり、大系民国の国民が抱いていくにはあまりにも異質で排他的な人々であるため、これを機に分離独立させるのが望ましいと思う。民主党が 98% の得票率ではないか。30、はい、というね意見でした。それではですね、チャットの反応いきたいと思います。はい、じゃあ上の方からいきますかね。この辺か。ジャンボリーもう終わってるよ。7年も何しとったん。じゃあずっと完成しないな。ボケて日付もわからなくなくなった。え、終わった後に完成とか笑いを取りに来てる。まああの国なら平常運転3年後でも驚かない。2年後の大会までに完成させる気だったのか。まだまだ銭がつぎ込まれるってことだな、わら。もっとも工期も守りゃしねえだろうけど、わら。6年もあって豊富な資金もあったのに未完成のまま開催に踏み切る傲慢さ、末恐ろしい。時空の歪みか。6年かかったのか。バリバリ文化にしては珍しい。つか最初からジャンボリー向けの最初からするつもりはなかっただけじゃん。渓谷に任せたら何も作り出せないと世界にバレてしまったな。ジャンボリーが終わった後に空港や高速道路、鉄道を準備する国だからねえ、当たり前といえば当たり前の結果だねえ。それより気がつかなかった政府は何をしてたんだ。不思議な国だ。五輪の会場が間に合った方が奇跡までありえるな、わら。大阪万博も間に合わないんだけどな。え、そうなの。ああ、そうか。ジャンボリーが終わった後のセマングム再開発に向けての工事なのね。すっとぼけ。あれだけ予算おかわりしたのにね。これは前政権の監督責任あるんじゃないの。
参加者がどう感じるかからなんて微塵も考えず、経済効果とポッケない内に全振りしたいつもの警告でした。ちゃんちゃん、排水処理なしのただ埋めただけの干潟じゃねえ。なんかもう参加した皆さん本当にお疲れ様でしたとしか。お前らさ全裸だからおかしいとかいつも言うけどさ、こっちからしたら警告全部同じだからな。この国に工期と適正費用、誠実な工事などを期待してはいけない。もともとそんなものはこの国にはないからです。多分来年の3月でも完成してないよ。前政権も捜査対象だな。計画が立った時点で補助金が流れ込む時点で彼らにとってはゴール。他人のせいにするのはそちらの国民性でしょ。いやいや、お前らこれが7年前から計画してたってこと忘れてるんじゃないのか。遅延するってこと自体が変だろ。大阪万博はプレハブになりそう。大阪万博パビリオン建設が間に合わないとかなんとか。へー、あ、そうなの。大阪万博いらないでしょ、わら。あ、え、なに、そういう全然ダメらしい。え、阪神関係ないやん。はい、ということでね、大阪万博当事者の話聞いたら1年ずらすかやめるしかないね。大阪万博間に合わなければ維新が攻められるにか。おー、まあ、いやいや、うん、まあずらすかやめるかすればいいんじゃない、じゃあ、うん、はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。ふみん興味ないの。おー、やらなくていい。お、あ、そんな雰囲気に流れてんの、大阪万博。おー、ではまた。